個々の基本技術はどれをとってみても相当長い期間の訓練によって身につくものであり、その後に初めて他の技術との関連を練習するのが大切です。卓球のルールでは使用するラケットの大きさや材質については何も制限しておりません。実際生地の木から始まって特殊ラバーに至るラケットの変遷は卓球の技術に一段とその難しさを加え、そこには強靭な体力と感覚が必要である。また個々のプレーを習得する基本練習や関連技術は一層重要さを増してきたのであります。今日の卓球は明日への道しるべであり、絶えざる反復練習によってこのゲームのようにあらゆる打球に応ずる技術を反射的に行えるようになります。そしてこうした訓練に培われたたくましい意志によってのみ計り知れない力を試合に臨んで発揮できるのです。日本の若人たちの栄光ある記録の数々は世界の人々に驚異と称賛をもって迎えられましたが、彼らはさらに新しい卓球の技術を求めてボールに生命を与える仕事を続けることでしょう。ボールと肉体と意志の底にある限りは